ピッチャピチャ戦果を拡張中なり。ことの端前で、喧嘩競争、3。全国の喧嘩競争ファンの皆様おはこんばんちは。おはこんばん。デッキエッジリフトを発明した1932年4月から、また改装が必要になったで。主力の空母は全部改装中だけどね。いわゆる減速エレベータに該当する技術ですが、最初に搭載したワスプのものがこちらです。車輪を固定して持ち上げる構造になっています。だからエレベータじゃなくてリフトなんだよね。ほう。エレベータを船体中央に置くと航空機の容量が減ってしまうため、減速につけました。ただリフトの構造では航空機の変更に制限がかかってしまうので、次のエンタープライズ級ではいわゆるエレベーターになっています。十字の形をしたエレベーターも同じような問題があったよ。航空機はどんどん変わってくもんな。本で話しとる間に6月。4万トン級の巡洋戦艦を設計するで、デザインは建造中のデラウェアから持ってきた。デラウェアは戦艦だけど、速度を上げて走行を下げてるよ。主砲を14インチにしたんで細く見えるけど、排水量の設計は同じやしええやろ。5インチ療養砲は16門。重量オーバー。やっぱ甲板は4インチにせんとあかんか。それでも肩だね。魚雷と推定を削除。これで4万2000でもいけるな。結構ギリギリだね。船員設備を豪華にしないといけない時代までは使える。まあ、その頃になったら今ある艦艇のほとんどがそうなるんだけど。せやな。40年前後はその辺も考えないとな。インディペンデンス級巡洋戦艦、排水量4万2000トン、速力32ノット、ベルト走行 12.5 インチ、デッキ走行4インチ、主砲14インチ3連装3機、副砲5インチ療養砲連装8機、主砲走行が重すぎると言われとるけどスルーで。設計費8577の4ヶ月。いろいろと改装完了。また改装やけどな。20ミリ機関砲の向上で対空効率が増加。7月。レキシントンに減速エレベーターを搭載。レキシントンは重量に余裕がなくなったから5インチ療養砲を搭載してないよ。ラングレー級の2隻と、コパヒー級の2隻にも搭載。改装は3ヶ月だね。MTB の向上で性能が増加。時代的にはドイツの S ボートかな。一次対戦では25ノットくらいだった MTB も、この頃には40ノット近い速度になっています。なお、アメリカの PT ボートはもう少し先ですね。PT ボートは39年から。8月。次元新艦の自動設定装置の発明で対空効率が増加。自動と言ってますが、こんな装置です。包囲板から来る情報を入力しておき、対空砲弾を差し込むと次元新艦が設定されます。設定が終わったら装填します。装填は手動なんか。まだ自動装填装置はないし。そっか。9月。潜水艦の竣工と改装完了。10月、インディペンデンス級を寄港。予算があるんで、通称護衛用の900トン対戦コルベットを設計。前回の戦争で2隻しか沈んでないから数はあるけど、600トンの艦艇が古くなってきたから置き換える。900トン以上じゃないと対戦を最大にできないし。そっか。航空隊の編成カット。改装が完了。光学機器の性能向上で射撃精度が増加。11月に新型の対戦コルベットを24隻寄港。本当に全部置き換えるんだね。せやで。あと、植民地維持排水量がギリギリなんで、新型の植民地維持用コルベットを設計。8インチ砲を搭載している植民地維持艦。次の12月に5隻を寄港。ちなみにコンステレーションだけ改装が長いのは、機関の劣化を直してるからだよ。仮想中に推定を乗せるっていう投稿を見たんで、面白そうやから作ることにした。他にも、水上規模艦で通称破壊するとか、いろいろありました。コスト的には仮想中が安いかな。そんなわけで安くテストできそうな仮想順で、魚雷は3連装2機に自発装填装置、推定は2機にカタパルト、後部カタパルト括弧全部、仮想順というよりカムシップになってる。推定なんで航空機は使い捨てじゃないで、まあキャップはできんけど、形だけでカムシップにはならないか。あれは爆撃機迎撃用だもんね。シティオブヘレナ級仮想巡洋艦、排水量5000トン、6インチ砲対装6門、魚雷発射艦3連装2機、水蒸気2機、排水量を絞ったから、推定は少なめになったね。2隻を寄港。被弾軽視対策により、斜めに当たった時の貫通と傾斜走行の影響が減少。
具体的な技術は不明です。新しい飛行艇を公募、運用しとる飛行艇の信頼性が高かったんで更新してなかった。優先は航続距離と速度で、そろそろ速度も頭打ちになりそう。1933年1月、推定がグッドになってるね。あんま更新しなくても良さそう。なお戦闘機は全然、それな。1月何もなし、2月。キャプテンウェックマンはレンジファインダーを製造している会社とつながりがあり、装置の有効性に大きく貢献したが、賄賂を受け取ったようだ。ああ、このイベントか。美味しいとこだけもらっとくやつ。選択は上から懲戒免職、放置、会社を買収。効果は上から解雇、威信低下、資金1000使って技術発達。買収した上で解雇されるしかん。上がマイナス汚職って書いてあるから他にも効果はありそうだけど。まあ買収で。これガンナリー技術って書いてあるから、前回標的艦で上がったのはファイアコントロールの技術になるね。エアシーレスキューにより、パイロットの生存率が増加する。2インチ砲品質1。2インチは使わんやろ。レスキューサービスを開始しますか。当然、飛行場キャパが82。航空機の維持費が5683から5965に 4% くらい増えたな。3月、火葬順が竣工。改装完了。夜間雷撃が可能になり、潜水艦の性能が増加。コンステレーションにデッキエッジリフトを搭載してないことをすっかり忘れとった。機関の置き換えでかなり時間かかってたからね。4月何もなし、5月。他国の艦艇を確認。ドイツは備えに脅威じゃないな。空母はそれなりにいるけど。ちなみにデータの速度がたまに変になってるのは気にしなくていいよ。イギリスは復旧中と。フランス戦艦は15インチやな。空母もそこそこ作ってる。あと10インチの従順。うちは10インチ砲従順をあんま作らんしな。12000トンにすることが多いから乗せられないんだよね。ソ連は空母すらいない。日本は、なんやこれ。10インチ従順がいっぱい。10インチ砲10門に5インチ砲14門か。かなり火力が偏っとる。うちの従順だと圧倒的に不利だね。あとは中堅国なんで戦争になっても大丈夫やろ。オーストリアは戦艦すらいない。長距離潜水艦も増やしとく。前回の戦争で結構喪失しちゃったもんね。後で嫌いもやな。6インチ療養砲を発明。余裕があれば乗せるけど、今すぐ改装はしなくてもええか。対空能力は3インチ砲と同等で、対空もできる巡洋艦の砲って感じだよ。6月何もなし、7月。500PSI 蒸気プラントの発明で機関の重量が減少。火災ハザードの向上でダメコンが向上。水陸両用車の発明で上陸作戦距離が増加。公募していた飛行艇。これは一番下かな。航続距離が一気に増えた。8月。新型戦闘機を速度火力で公募。信頼性を指定しても最低にしかならないから指定しなくなっちゃった。デラウェアがあと4ヶ月で竣工するんで、サウスカロライナを空母に改装。もともと21ノットで速度を上げないといけないから効率は悪いけど、一応搭載数は50にできるんで問題ないやろ。まあ動画制作時点では微妙やと思っとるけど、そうだね。機関の劣化が実装された際やと2ノット劣化した時、配管か改装かで迷うわ。12インチ砲搭載艦やったし、機関の更新だけで使い続けるのも微妙やもん。戦艦は時代が経った時の相対的な性能の低下が大きいんだよね。そんなわけで空母にした。配管はもったいない。そう言うと思った。あとは対空砲を増やして、サウスカロライナ改装空母、航空機50、5インチ連装療養砲8機。改装費は2466の14ヶ月。3000トン駆逐艦が建造可能に。流線警報弾の発明で射程が増加。これも該当技術は不明です。9月。電動式旋回装置の発明で射撃速度が増加。10月。対戦コルベットが竣工。11月。戦艦デラウェアが竣工。デラウェアと聞くと、ブドウが思いつくんやけど、アメリカ1番目の州の名前だよ。せやったっけ。12月。デラウェアの副砲を5インチ砲に、設計し直した方が安くなったっぽい。新規設計なら改装の方が安いけど、流用して安くなってたからな。残りの対戦コルベットが竣工。不純物の除去技術により、走行品質が増加。
1934年1月。900トン未満の対戦コルベットをすべて解体。これで対戦コルベットは全部900トンクラスになるよ。古いのと合わせて36隻あるで。そんな感じで1934年になったとこで今回はここまで。だね。次回に続きます。今更ですが、スターボードとポートサイドの話です。スターボードが右で、ポートサイドが左やな。はい、船の方向から見て、左がポートサイド、右がスターボード。日本語では左舷、右舷になります。それじゃ、左に旋回するときの日本語は？取り舵やな。右は重舵。はい、英語では左旋回はポートサイド、右旋回はスターボードになります。日本語は区別されてますが、英語では曲がる方向の舷を指示するようになっています。せやな。現代では、ね。昔のイギリスなどではこれが逆でした。なんでやねん。舵の向きで指示していたからです。どういうこと？1884年のマニュアルには、ポートサイドに曲がるときは、舵をスターボードに向けると書いてあります。スターボードに向ける、右向いてるな。これは左旋回になるよ。一方、フランスとかは現代と同じく、進む方向を指示していたらしいです。やっぱ逆なんか。これが統一されたのは1930年前後だそうです。第一次大戦後だね。軍縮会議とかいろいろあった時代やな。そんな感じで、ちょっとした小ネタでした。ほい、次回もよろしくな。また見てね。